ではこの箱ティッシュケースをミシンで縫っていきたいと思います。まずは布本体を表を上にしておきます。長方形になっていますので、この短い辺の方を縫っていきたいと思います。はじめに約 1.5 センチほどの三つ折りにして待ち針で留めていきます。だいたい 1.5 センチになっているか、定規を当てて確認していってください。これで待ち針留めができました。では先ほど留めた、待ち針の、内側の折り山のところ、折り山から2ミリのところをミシンで縫っていきます。初めと終わりは返し縫いをします。1センチ程度縫ったら返し縫いをします。そして、縫いたいところの終わりまでミシンで縫っていきたいと思います。待ち針の少し手前でストップして針を抜き取ります。次の待ち針まで布をまっすぐに整えて縫っていきます。最後までたどり着きましたら返し縫いを1センチ程度行います。そして、布端まで縫い進んでから、糸を切って押さえと針を上げ抜き取ります。このようにミシンで、ステッチをかけることができました。では続いて、こちらの端の山から2ミリ中に入ったところにもステッチをかけていきたいと思います。はじめと終わりは返し縫いをします。これで、2本のステッチがかかりました。では次に、先ほど縫った方とは反対側の方も、1.5 の三つ折りにして、ミシンで縫っていきたいと思います。これで同じように待ち針で留めることができました。では、先ほどと同じように内側の折り山から2ミリのところをミシンで縫っていきます。端目と終わりは返し縫いです。
これで、反対側も同様に、ミシンのステッチがかかりました。